はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビージです。では、今回は、ハーツオブアイアン4現代モッド続きをプレイしていきたいと思います。でですね、実はですね、前回最後、ベトナムに戦争を仕掛けて、ベトナム戦争に突入したものの、強襲上陸が思ったように進まず、一度撤退をしているという状況で、その後ですね、内々で、ロケハンを、それこそ、10時間近くロケハンをしたんですけども、どうしてもね、ベトナムが落とせません。ということからですね、ちょっと今回は作戦を変えていこうかなというふうに思っています。じゃあ、具体的にどう変えるのっていうところなんですけども、まずはですね、強襲上陸をした後の補給路の確保と、その維持がかなり難しいなという印象なので、まず陸路で確実に補給路を確保するために、より戦力的に乏しいであろうカンボジアを先に攻略するという方向に方針をちょっと変えさせていただこうかなというふうに思っています。なので、まずカンボジアに対しても宣戦布告を仕掛けていくと。で、ベトナムはこちらに対して逆に強襲上陸を仕掛けてくるということはまず持ってないというか、そうさせないために、制海権を確実に握っておく必要はあるんですが、そういったことをしてですね、なんとか、まずは、対応としては、カンボジアを先に叩いて、改めてベトナム戦に挑んでいこうかなというふうに思っています。ちょっとね、情けないかなというところはあるんですが、そういう形にしましょう。で、カンボジアも攻略できてしまえば、カンボジアの陸路を確保した上で、航空基地とかもね、十分に活用した上で、ベトナム領への侵攻という形にしていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。そういうわけで、まずもってですね、艦隊の再編と派遣先をきっちり決めていかなきゃいけないかなというふうに思っています。まず第6艦隊ですね。第6艦隊は、この後、強襲上陸艦が完成するので、その受領のために一度、呉に戻します。で、一方ですね、第1艦隊、これは一番最初に空母を持った艦隊なんですけど、逆に一番最初に空母を持った艦隊がゆえに、少しね、戦力的には弱くはなってきているところではあるので、派遣先をもう2箇所に絞ります。じゃあ、具体的にどこかというと、タイと南シナ。で、最終的には台湾のところ、台湾じゃないですね、台湾のところに、空母は、全艦集結させて、強襲上陸の支援に当たらせたいなというふうに思ってますんで、空母は基本的にもうこの台湾と南シナ海、ここに集結をさせていこうかなというふうに思っています。なので、そのような動きをしていきます。第2艦隊でもね、空母が入ってますからね。今、空母は4隻体制という、割とリッチな体制になってますね。なので、いっそのこと、もう第1艦隊も台湾に入れちゃいましょうか。で、残りの艦隊、第4艦隊、第5艦隊で制海権をきっちり押さえておきましょう。この制海権を取れないと、ベトナムがね、強襲上陸を仕掛けてくるということはほぼないと思ってるんですけども、万が一ということもあるので、潜水艦隊と第4、第5の両艦隊を持って制海権の維持に邁進しましょうというところですね。では、原爆を作ります。もうちょっとね、こういうテクノロジーの暴力に訴えかけていかないとなかなかどうしてきついなという印象があるので、
ここはもう数の暴力これに限ります。そしたらまず潜水艦隊ですね。潜水艦隊から南シナ、東シナ、あと台湾、ここをもうきっちり押さえていかなきゃいけないので、こことあと潜水艦隊の第二艦隊ですね、ここもフィリピンからセレベスという主要なところを押さえておきます。潜水艦隊の第二艦隊は、で第4艦隊ですね、第4艦隊は南下、台湾、あとはセレベス、まあ、このフィリピン近海も押さえておきましょう。で第5艦隊も同じ東、南、台湾、ここをきっちり押さえておけばベトナムが間違っても強襲上陸を仕掛けてくることはないので、大丈夫かなというふうに思います。そしたらフリゲート艦も作っておきたいので、フリゲート艦をここで新たに造船所に入れましょう。まあ、パラパラ作っていってどうなのというのはあるんですけど、もうあの海軍の戦力としては十分なものがあるので、一旦これでいいかなというふうに思っています。でカンボジアに強襲上陸を仕掛けるために、一応各部隊はそれぞれ叱るべき場所に配備しておきましょう。で当然まだ官房上に対して宣戦布告ができる状態ではないんですが、準備だけは進めておきます。いつでも強襲上陸が仕掛けられる状態にもうしておきましょうということですね。まあ、本当にねベトナム思ったより全然硬かったですね。甘く見てました。失われた戦力、まあ、フィリピン攻略戦とかで失われた戦力がなければ、まあ、なんとか力で押し切れたかなというところもあるんですけど、やっぱり強襲上陸を仕掛ける場所と、あとベトナム軍が思ったより足が速い、この2つが相まってなかなか戦線を維持できないという状況になってしまったので、これはいかんぞということで、カンボジアに攻略目標を一旦変えたという次第なんですが、そのカンボジアの、終わるのが2023年か、だいぶ先だな。ってなると、カンボジア、強襲上陸を一旦やめて、二転三転しますけど、もう一度戦力を整えてから、ベトナムに強襲上陸かける。今台湾にどうしてもなんかちょっと違う意味の台湾にって聞こえちゃうんですけど、強襲上陸かけるんだったらやっぱりここなんですよね。どうしてもホーチミンがあるところに強襲上陸をかけていきたいので、そしたら第二艦隊からどうしましょう。で湾口攻撃を常にしておいて、これをもってじわじわとベトナムの力を削いでいきますか。で一旦配備した味方の航空機部隊ですね、これもちょっとずつ増強していかなきゃいけないかなというのがあるので、そこの部分と、あとは無駄に航空隊艦上機が配備されてしまっている島からは一旦艦上機を一旦引き上げた上で、各空母へと配備していきましょう。空母の艦載機がねちょっと弱くはなってきてしまってるので、
そしたら今第3艦隊まで、配備を、航空機の配備をしたので、ここで一旦切り替えて、先にアップグレード系を入れておきます。研究ですね。で再び戻りましょう。第3艦隊まで入れましたので、第1艦隊ですね。続いて第1艦隊航空隊は配備済みになってますというところなので、第6艦隊です。で第6艦隊は、空母、これがですね昇格なんですけど、123機乗せられて、強襲上陸をする部隊を3部隊に分けようと思ってます。なのでこの3部隊に対して、この昇格の空母部隊から、まあ、護衛という意味と近接航空支援という意味を込めて航空隊をつけてあげたいので、空母昇格直属の航空隊としては30機にしておきます。で残り30、30、30合わせて90を後で追加していきます。で各航空隊には反航攻撃、基地攻撃、陸上攻撃をインドシナに向けて行わせましょう。これで航空隊は配備済みになりましたね。であとは、そうだな、考えられるところで言うと沖縄に戦略爆撃機配備していきますか。戦略爆撃機の余りがあればなんですが、あんまりないかな。戦略爆撃機の余りはほぼないね。まあ、虎の子の、この32機を、じゃあ配備しちゃいましょう。これはもうガッチャンコしちゃいたいけど、まあ、別々でもいいかな。距離的には十分インドシナ届くよね。でだ。あとはやっておきたいことは哨戒機だね。ちょっと距離的には届かないかな。そうすると、まだフィリピンからのが届くので、フィリピンの方に配備替えしましょう。で、先に、おそらく、強襲揚陸艦が新しいものが一隻できたので、強襲揚陸艦の型を更新していきます。で、フリゲート艦を作るための造船所、増強しましょう。でちょっとね航空機の方に今話をしていましたが、おそらく第6艦隊の増強が可能な状態になったと思うので、第6艦隊と新しくできた強襲揚陸艦ですね、これをまとめてガッチャンコしちゃいましょう。これで第6艦隊かなり増強されましたね。昇格とミサイル巡洋艦が3隻、さらに駆逐艦が2隻に強襲揚陸艦が1隻で、コルベットが5隻に潜水艦が、5隻6隻というところで、多分一番強力な艦隊に仕上がったんじゃないかな。じゃあこれを台湾へと例によって派遣していきましょう。でこの状態を維持してさっきの、飛行機の話に戻ります。で飛行機の話、何がしたかったかというと、マニラに航空隊を配備していきましょう。まず戦略爆撃機が3機しかないか、まあ3機でもいいでしょう。あとは哨戒機ですね。これに関して言うと全くないに等しいな。哨戒機もちょっと作っていきますか。まあ、より確実に敵を倒すための手段として
まず戦略爆撃機はインドシナに飛ばし、対艦攻撃機も飛ばしていきましょう。でこれがあれか、20、20で変な形になっちゃってるね。そしたらこれも一旦パンとしちゃいましょう。でこれ新しく作って入れて、ここに司令官を入れましょう。さてこれで今30師団を編成済みですね。今までだと自動車化大隊みたいな形で、師団構成をきっちり分けていたんですけど、もうそれをする余裕がなくなってしまっているので、師団の構成的にですね、それはやめました。もうごちゃ混ぜです。ただバランスはそれぞれ取るようにしているので、仮にごちゃ混ぜになったとしてもそれなりに、能力とは発揮してくれるかなというところですね。まあ、砲兵大隊と自動車が大体一緒にすると足の速さが変わっちゃうので、少しもったいないかなというところはあるので、師団数が揃ってきたらまた足並みを揃えていくっていう行為を行っていこうかなというふうに思ってます。では続いて生産のラインの調整をしていきます。まずはですね、歩兵装備なんですが、これ備蓄数相当量あるので、生産の量を減らしましょう。まあ、ただ戦争が始まるとこれ一気に必要になってくるので、ある程度数は作ります。で輸送機もね作っておきたいのと、第5世代の爆撃機これも作っておきます。あと攻撃機ですね、これも作っておく必要があるので用意はしておきましょう。輸送船団も1個は作っておきたいという意図からこのままにします。潜水艦、駆逐艦もまあゼロというわけにはいかないので作っていきましょう。で発展型の野戦砲、これは1個工場投入しましょうか。そうすると、数として減らせるのはちょっと、じゃあ戦闘戦車これをちょっと減らしていく。で代わりに第4世代の攻撃機、これもちょっと数入れすぎなので減らしましょう。で代わりに戦車、これをつけていきます。で野戦病院の2を入れておきましょう。この辺りはね、入ってますからね、師団構成に。もう今まではね力で押すという名目のもと、あまり気にも留めていなかったんですが、少しこの辺り力を入れていかないとまずいなというところもあって、新たにしているというところですね。あと作っておいて損がないのが何かあるかというと、そうだな、無人戦闘機どうする、入れる、無人戦闘機。あとは耐水の哨戒機、耐水哨戒機いるかっていうとあんまりいらないんだよな。まあ、駆逐艦を相当数配備しているので、まあ哨戒機はいいかな。で困ってるのが無人戦闘機入れるかどうかですね。無人戦闘機の航続距離をちょっと確認してから決めましょう。無人戦闘機の航続距離が長ければちょっと頭に入れてもいいかなと。もう戦略爆撃機はまあ1万キロ圧倒的ですよね。第5世代のマルチロール機は1800ってなると、どうしても無人戦闘機入れても使いどころがちょっとないかな。そうすると今ちょうどまんべんなく軍事工場稼働中なので、これで一旦よしとしましょう。であとは少し調整していきたいなというのが兵員の構成ですね。今だと投入しているのが、機械化砲兵と砲兵と戦車になるんですが、機械化砲兵の
ユニットをそもそも追加していきましょう。で、機械化歩兵は九州にそのままドンと配備していくと。で、機械化歩兵自体の改正ですね、ちょっと見ていきましょうか。まずはどうしようかな。支援系何入れる？補給中隊、補給中隊なんか名前的にもう絶対欲しいわ。補給中隊入れよう。あと通信中隊はどうなってるかというと、先制攻撃力がプラス 5%、 これも欲しいな。まあ、ただ補給中隊は絶対入れたい、入れましょう。で、あとは機械化歩兵というぐらいなんで、自動車化大隊を追加していこう。機械化歩兵だな、ここも機械化歩兵入れて、ここに自動車化歩兵を入れていく。これを基本構成にする。いやー、でもなー、通信中隊も欲しいよ。物資使用量がただ増えていくのか、どうなんだろうね。憲兵は防御がプラス 46? これめちゃくちゃでかいな。でも MP っていう名前がまず好きですもん、僕。あのマッサージパーラーの MP、 これ MP 入れよう。個人的な趣味ですけど MP 入れよう。で、あとはもういいかな。歩兵大隊入れる？歩兵大隊、歩兵大隊も入れよう。今思えばそもそも機械化歩兵と言いつつ歩兵がいないじゃないかということだもんね。歩兵を入れよう。これで相当な数の暴力が触れるんじゃないの、この1師団あたりのさ、力としては。どう、これでいきましょうよ。この機械化歩兵、まあ、機械化されてない感じにはなりましたけど、この機械化歩兵を、基本的な メインの構成に据えていきましょう。で、あとは、ついでに見直しをしていくとすると、歩兵のところの編成も見ていく？結局ここって歩兵の割には歩兵があまりいないよねっていうのがあるんで、砲兵を入れて、さらにちょっと待ってね、これは対空かな、違うな、対空砲って結構余ってるよな今思えば。対空砲入れよう。これでどう、だいぶいいんじゃない。で、どうせ MP と補給は入れちゃえばいいじゃんというので入れていきましょう。まあ、こんだけ集めるのにめちゃくちゃ時間かかっちゃうじゃんというのはありますけどね、結果的に。で、戦車の方も見直そう。戦車こそまさに整備必要なんじゃないの。まあ、ただやっぱ補給なんだよな、やっぱ MVP なんだよな。で、ここには戦車を入れていきましょう。現代戦車で、そしたら、この後入れていきたい研究の項目もだいぶ変わってきますよね。まず MP。これでだいぶ兵員の改正が進むんじゃないかな。で、空母はここで活動中だね。まあ、しばらくの間は本当に増強増強というところで、兵力を整えるところをやっていかなきゃいけないかなというところになってしまってるので、まあ、そうなってしまった以上はしっかりやっていきましょう。で、政治力もしばらく使い道がなくなったわけなので、やれることをやっておきましょう。
インフラですね。パラワンのインフラにこれ使っちゃいましょう。早速ね。で、プリントザコミュニストマニフェスト。これは前も見た通り必要ないのでやめます。で、プロパガンダもいらないかな。で、こっちだな。ミラージュ 2000B っていう性能がよくわからないんだけど、なんだろう。まあ、空軍っぽいのは間違いないんですが、これはいらないかな。まあ、この辺ね、いらないんだよね。ロシアの、アメリカのとかって言われても。で、この辺りも見ているんですが、まあ、中立的外交なんて今するつもりはないので、飛ばしちゃいましょう。で、ミリタリーオプションだね。原子炉の技術を開発している場合、原子炉の建設速度がプラス 12%。原子爆弾作りたいけど、原子炉の建設速度を今上げたいかというとそうじゃないんだよね。経験値はじゃあそれぞれ得ておきますか？今すぐ欲しいわけではないですが。で、あとは外交のところもあまり今必要ないからな。エデュケーションポリシー、ここも微妙だな。インフラか、今ベトナムとかな、開戦中なんで。ベトナムの にとってマイナスが働くんだったら悪くないよな。これベトナムと開戦していざ攻め込むときに使おうというわけで、ちょっと一旦取っておきましょうか。じゃあ続いて生産ではなく建設のところですね。このあたりを見ておきましょう。まあそれぞれいろんなことを入れてるんですが、決定的に何か役割を果たすっていう意味だとどうなのかな。ロケットの発射場とか用意する？中国との国境に大量に並べるとか、そういう意味で。あとは原子炉をじゃあ1個作っときますか。原子炉を1個作っちゃおう。で、その原子炉を一番上に持ってきてニュークリアを入れちゃえばいいよね。原爆も辞さないという構えですね。で、歩兵装備は、代替していきましょう、新しいもの。
で駆逐艦の5が来たね。まあ、駆逐艦に関しては一旦ここで止めておいて、先にやりたいことをやっておきます。支援系の部隊はこれで進んでいるので、あとは戦車だね。今だと定員で見ておくと構成ですね。戦車の構成は現代戦車入れてるよね。なのでここに戦車を投入するための研究枠を使っていきます。今生産している戦車がそもそも何かっていうのを確認しておく。今生産している戦車は73式のこれ装甲車、戦闘車ですね。戦車はというとどこにいる？戦車ちょっとゆっくり見ていきましょう。あ、第4世代の主力戦車を使ってるね。第4世代の主力戦車をさらに先に進めていくのがいいかな。第4世代の主力戦車これだな。これ2025年の10式戦車回だと365日か。まあただこの先のことを考えると入れておいて損はないかな。ちょっと時間はかかりますけどね。で、強襲揚陸艦も4が済んだら一旦止めおいて、強襲揚陸艦の次として使っていくのではなく、自動車化を防衛使う戦闘車の開発の方に勤しみましょう。で、駆逐艦の3か。駆逐艦の3はどこまで、建造が進んでるかというと、フリゲート艦が全然2で止まっちゃってるのか、少しもったいないね。駆逐艦はまだまだ時間がかかるんであれば、駆逐艦は4にリプレイスしましょう。250日分失われるか、まあいいだろう。まあ、駆逐艦はね、まあ、この先、おっと待て待て待て、輸送船団じゃないんだよ。駆逐艦だよ。ん？ちょっと待ってね。2.59年後にできるって言われてもな、だいぶ未来だな。どんどん配備していって現場で装備を受領してもらいましょう。準備よし。いざ。1個あたりの師団数、まあ、連帯って言った方がいいのかな。増やしてしまうと、まあ、いわゆる、強襲上陸を仕掛けた時の準備期間がだいぶ長くなってしまうので、まあ、10師団ぐらいに止めおきたいなというふうに思っています。で、50師団揃うまでは待ちましょう。で、50師団を持って、まあ、ベトナムに仕掛けるのか、カンボジアにもう仕掛けられるよっていう頃合いが近いんであれば、カンボジアかと。いうのをね、ちょっと見極めていきましょうか。で、あとは、建設工学をずっと入れてたんですが、少しここも見直していきましょうか。なんか他に使えるものがあるかどうかっていうのを確認していきましょう。陸軍の訓練を入れると、師団訓練時間がマイナス 25%、こっちの方が今嬉しいんじゃないかな。こっちにしよう。できればね、タイともうちょっと仲良くなっておきたいので、タイに対して、さらに、どうだろう、軍事通行権の要求はまだ無理かな。承諾しない。うん。提供する意味もない。やめましょう。あとは、不可侵条約は承諾しない。そうなると、まあ関係改善しかないかな。関係改善しておきます。で、あと、やっておけることは全部やっておきたいけどな。
ィリピンに部隊を上陸させましょう。まあ本当にね、ここまで強いかというぐらいベトナム強かったからな。今のところ戦闘機、艦載機ですね、補充は必要なさそうですね。全部作戦行動中、昇格の30だけは作戦行動に入ってないか。これは作戦行動に移りましょう。ホーチミン近辺の攻撃ですね。一機も失われてないですね。マックスで搭載して出撃させた後、一機も減ってないので、まあ、問題ないですかね。制海権、制空権ともに盤石。あとは陸軍だな。陸軍さえしっかりしてくれればベトナム攻略に向けてもう一度戦いののろしを上げていきましょう。まあ、師団の構成は見直したので、きっちりそのラインに乗っかってきたものを配備生産できればだいぶ前よりは強い軍になるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、そこがねどうなるかというのもありますからね。あとは研究枠だな。どんどんアップグレードしていかなきゃいけないところをしていきたいんですが、まず10式の戦車回、これ348日もう今更入れてしまったものは取り返せないのでこのまま使いますと。で、この先のベトナムを取った後の対中国戦を睨んで、ロケットの発射場はちょっと用意したいよな。他研究枠を得られるような、枠組みってなんかないのかな。もうこっちに流れてきてしまったら攻撃的戦略には流れられないので、これ以上はもうどうしようもないんだな。となるとやっぱり自力で頑張るっていう意味では陸軍の訓練をひたすら入れておきましょう。訓練を入れておくしかないよね。できれば研究枠もうちょっと欲しいんですが、研究枠をプラス出るような施策はもうないかなと思うので、ここは我慢しましょう。はい、ではちょっと時間が長くなってきてしまっているんですが、もうちょっとやらせてください。結構ね、ベトナムを攻略できなかったのが悔しくてですね、今なんとか目処をつけたいなというところで、何でもない日1時間スペシャルということで、もう20分ぐらいお時間ください。お付き合いをいただければと思います。で、新しく先ほど徴兵した軍ですね、7師団分、これも新しく入れていきましょう。で、ここの司令官は誰にしようかな。まあ、みんな司令官微妙だからね。そうは言ってもまあ、マキやオタさんが、まあ、せめて1かなっていうところかな。まあそれでも微妙だけどね。攻撃プラス 10% だけだもんね、ついてるのが。ちょっと待って、マキとオタはすでに、そうか、もうすでについてるもんね。となると他誰でもいいな。これでいこう。まあ、どうしようもないからね。で、続いての研究枠なんですが、どうする?歩兵中隊入れるか、ロケット入れるか。いやー、今欲しいのはそこじゃないんだよな。となると、戦闘車入れていく?今だと生産しているものは何かというと、
ちょっとラインをもう一度見直していきます。今だと第一世代の歩兵戦闘車。第一世代まだ使ってるんだもんね。これが、実は足を引っ張っているパターンかな。となると、第一代の、戦闘車。これだよね、今使ってるの。73式装甲車。これを今作っているのであれば、まあ確かに新しいものにした方がいいかなっていう気もするよね。これ全然今まで手を入れてなかったところなので、89式の戦闘車にアップグレードしましょう。で、教習揚陸艦が終わったので、教習揚陸艦のところに、そしたら、公平の3を入れる？公平の3を入れると、どうだろうな、2プラス2。これ以上これを入れる必要があるのかっていうとちょっと微妙だな。通信兵入れるのも微妙だしな。いや、悩ましいですね、本当に。ドクトリンは入れてるでしょ？そしたらここで本当に実験的ロケット入れる？ロケット発射場が入ると。強襲揚陸艦の3、どこまで建造が進んでるかだな。ここまで進んでるんだけど、もう作り変えちゃおう。で、もう強襲揚陸艦はこれ以上研究を、少なくとも当面、進めるつもりはないので、これでよしとしましょう。で、しばらく戦闘に入る予定がないので、ここで一旦、演習を入れておきます。ちょっと気になるのが、ここに中国軍が入ってるな。ベトナムに中国軍が入ってる。ベトナムの外交状況を確認しましょう。中国軍が肩入れしてくるとなると話がだいぶ変わってきますね。ろくなことしないな。ベトナムの外交。中国はベトナムに義勇軍を送ってるね。ってことは中国軍との戦闘もあるわけだな。まあ、とはいえ2023年まで、つまりカンボジア攻略可能になるまで待つという選択肢はちょっとないからな。50手段揃い次第、ベトナムに対して強襲上陸を仕掛ける準備を整えていきたいので、そのつもりではいましょう。あと生産のラインで見ておくと、待望のと言っていいのかな。航空母艦の5がもうすぐ出来上がります。で、この母艦をどこに配備するかなんですけど、どうする？今の状態だと、第1、第2、第5、第6に母艦が入っているんですが、第4、第5に新たに母艦を入れるっていう選択肢をするぐらいだったら、どうかな。第一艦隊に空母もう一隻配備してしまうっていう方がいい気はするな。なので、第一艦隊ですね。これを一旦、呉に戻しましょう。これで空母5隻体制になりますね。
あとは野戦病院は3まで進めちゃいましょう。で、本当はね、艦載機のレベルを上げていきたいんですけど、艦載機がもう日本としてはこれが上限で、アメリカとかの艦載機を見ても性能差はほとんどないものしか今ライセンス生産したとしてもできないので、艦載機はこのまま一旦止めおくしかないということを考えると、現状では、まあ、これが一番ベストなのかな。研究枠の使い方の話ですね。ではまあちょっと暇は暇なので、コルベットとかを派生型生産してみる？今だと魚雷数とか含めて大増強を測ってみようか。行動がマイナスになっちゃう？対空砲、対水兵装。行動距離が、まあ多少微妙にはなったとしてもだ。コルペット、MK1、マーク1でいいのかな？これをちょっとじゃあ、作るか否かというのを考えつつ、あとは、航空母艦の5が完成した時に、母艦の5をベースに、信頼性アップ。走行もアップ、スペースアップ、さらに機関、これで航空母艦の5、かなり強力なものができら上がるというのもありなわけだな。あとは戦闘機系もちょっと加味したいよね。野戦病院が進められるので、先に野戦病院をじゃあ進めちゃいましょう。生産ラインの方に戻ります。であとはそうだな、戦闘車、これもね、新しくするんであれば主砲の攻撃力を上げたらどうなるの？対人攻撃力が上がると。いやこれさ、十式戦闘車改造しようよ。ただ陸軍の経験値がこんだけ必要となるとちょっと無理だね。であればもう今これ以上強いの作れないよって言ってる第4世代の攻撃機、これをアップグレードしよう。それがなんか一番空軍の使い道としてはいい気がするな。航続距離ってどこまで伸ばせんのこれ。一番伸ばしても2000か。いや、航続距離伸ばすのだったら、対地兵装を増やして、対空、対地、これをガリガリ上げる方がいいよね。エンジン上げると、最高速度が増すと。これで475使う？いや、これでいこうよ。三菱 AJ0。これさ、第5世代の攻撃機っていう名前にしちゃいません？むしろ。4.5 にしておきますか。そしたら、まあ、厳密にはね、5世代というものがないので。これで溜まりきっている空軍の経験値を使っていきましょう。
で、あとは海軍だよね、海軍。今一番欲しいのは、ああ、そうだ、海軍の母艦がそろそろ出来上がる？あ、出来上がってるね。出来上がってるので、母艦をじゃあちょっと改造しましょう。飛行甲板のスペースだよね、やっぱ。飛行甲板のスペースをすると、装甲が上がる？ちょっと待ってね。どっちかっていうと今は、欲しいのは、行動範囲が上がるっていうのは嬉しいんだけど、甲板のスペースが上がると、最大航空機の数が増える。まあ、やっぱりこれだよね。甲板スペースアップでしょ、どう考えても。んで、あとは、機関を上げて、行動範囲を広げよう。これでどう？なかなか、強力な航空母艦ができるんじゃない？原子力空母という名前にしますか。原子力空母っていうのがいないんでね。現実問題、名前として。まあ、こういう時間が一番楽しいですね。原子力空母。ちょっと後々分かるように、5世代型っていう形が分かるようにしときますか。5世代からの発展型の原子力空母ですね。おっと、残念。405足りないか。そしたら1個減らす。いや、甲板のスペースは減らしたくないな。これでいきましょう。さあ、これで次できるのは原子力空母が出来上がりますね。いやいや、なかなか楽しみな感じになってきましたよ。で、そしたらですね、空母を受領していきましょう。第1艦隊と空母ですね、これを合わせていきます。これで第1艦隊は空母2隻体制になりましたかね。航空母艦。ああ、サイズとしては少し小さめになるんですね。準用語ですけど。これどう見ても、パッと見の影のサイズで見ると、準用の方が小さいですもんね。じゃあ、準用を受領した、この、第1艦隊。これを再び、台湾に。戻します。で、航空機部隊ですね。巡洋の方は170機搭載か。これはめちゃくちゃ心強いな。あ、ちなみにエースはいないもんね。蒼龍巡洋。これで第1艦隊は220機の航空機を持つ、まあ、一大艦隊と、まあ、第1艦隊にふさわしい感じになりましたね。まあ、中国も出張ってきているということを考えると、まあ、これくらいやってしかるべきかな。憲兵が先に進められますね。MP はね、本当にいいとこですよね。まあ、本当はね、僕は MP よりもエロマッサージの方が好きなんで、エロマッサージの方ばっかいっちゃうんですけど。では MP を次に進めていきます。航空機本当に優秀だな。ほとんど何も損害を受けずにひたすら敵の基地を攻撃している感じだな。研究が余っているのがあると、MP 使って憲兵所
野戦病院入れているので、それ以外のところで言うと、89式の戦闘車と10式の戦車は入れているので、じゃあ久しぶりに陸戦用の装備を見ていきますか。とはいえこの辺りはマックスで入ってるからな。対人攻撃力プラス 2% プレースホルダー、これを入れる意味があるかどうかだな。ちょっと見極めていきますか。あとは下の方で言うと防御力アップ系だよね。できるだけ期間短くかつ効果が大きいものがいいので、海兵隊とかいないからな。となるとこの防弾チョッキ、セラミック防弾ベスト、防御突破が 2% か。戦車あまり関係ないもんね。となるとここはプレースホルダーを入れておきましょうか。歩兵対人攻撃力プラス 2%、 歩兵もちょっと増強してるからね、入れておきましょう。この辺りはちょっと微妙に調整をしていきます。そうなると今一番欲しいのは、数でいうと第4世代、さっき作った第 4.5 代5世代目の攻撃機、これも欲しいんですけど、結局のところどうしようかな。これ見る限り全然足りてないのが、装甲車が足りてないね。補充が間に合ってないですもんね。更新になってるものはいいとしてもだ、補充が間に合っていないものを先にバリバリ補充をかけていきたいので、軍用トラックでしょ？軍用トラックを作っておいて、あとは、戦車も欲しいんだけどね。戦闘車になるのかな、そうなると。こんなところですかね。これでじゃあ先に進めていきましょう。で、足りないものはというと、オイルが足りない。サウジに頼ろう、サウジに。サウジでしたっけ、結局、観光ビザを日本向けに発行してくれるよっていう風にしてくれたのは。さて、じゃあ1時間がね、本当に経ってしまいましたので、一旦じゃあここで終わりにしてですね、次回この続きをまたプレイしていきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。